はい、皆さんこんにちは、NNです。今日はですね、東京に、お住まいの、友達が今日会いに来てくださったということで急遽、ガレージに来ておりますが、この後の予定は全く決まってないんですけれども、まあぜひガレージとこの車体ですね、レンタカーで見たいということで、お仕事で、関西の方に、来られているということで休みが合いましたので来ていただけるということで、なぜ知り合ったかと言いますと、この車体を、ドカディの車体を手に入れる前に1台同じようなものを持ってたんですよ。でそれを、ネット経由で、お譲りさせていただいて、でそこでちょっと知り合いになって、電話のやり取りや、メールとかで、長くなったと。もう2、3年前ですかねに知り合って、で今回、ちょうど関西へ来られているということで、ぜひ遊びたいなと思っております。楽しみにしてください。いやー、でまたすごいマシンに、ドカディの多分ツインですね、ツインエンジンの、またこれもヴィンテージのバイクに乗られて東京から来られたということで、そちらの方もちょっと楽しみにね見たいなと思います。自分も楽しみなんで、ぜひ皆様も楽しんでください。よっしゃー、じゃあ待ちますか。多分もう来られてると思うんですけれどもね、ちょっとあれですね、ツーリングも行けたらいいですよね、一緒に。ちょっと暑いんですけど、いい天気なのでまたどっか行けたらなと思います。なんていうかね、もうよだれが出るぐらいのシーンだけど。すげえかっこいいですね。これで東京から来れたんですね。11時間かかってる。おすげえ。ナオトさんでいいんだよね。ナオトさんでいいです。ナオトさん、何さんって呼んだらいいですか。大島でもどんどんでも、どんどん大島さんにします。これ何年のやつですか。86んちゃらよくわかんない。ミシミシ。あ、どうぞどうぞ。ちょっと舐めてるね。あっ、かっけえな。いいじゃん。ありがとうございます。なんちゅう。いやー、お会いできましたね。いいじゃん。取れても締め直せばいいように、なんか嫌だからビニールテープ貼っちゃったの。本当は溶接のところですよね、これ。いや、ここネジ。え、あ、ネジか。うん。だからこっちも、取れたら嫌だから。せっかくなんで、どっか行く？ツーリングしましょう。行こうよ。よし、じゃあ、アレクラス行きます。すげえ。
今日多分雨降ったんで少ないっすわ。これいつも埋まるんですよバイク。はい。ここにもお茶ありますわ。はい、いいですか。あ、でもごめん、嘘。嘘疲れたから甘いです。ちょっとカフェを奢ってもらいました。居酒屋のノリでーす。カフェで居酒屋になってます。抹茶ラテでーす。ただのアイスコーヒーでーす。ありがとうございます。いや嬉しいですね。こんなになんかシーンみたいになってますけど、うん、美味しい。やっぱね、鮭の本家中古のヘッドブルとヘッドバルブの バイクが心配になったんでバイクの方に移動します。ごちそうさまでした。ありがとうございます。もう居酒屋みたいな。すんごい。あ、すいません。あ、いいですか。あ、ありがとうございます。よいしょ。まずいやあ、ちょっとバイク増えてきましたね。あ、我が愛車が大丈夫でした。はい、大丈夫です。いや、少ないですね、今日。あ、高だと思ってきて。もうちょっと多いはずなんですけどね。これ本来なんで、これとこれってセットか。いや、違います。これも、これはこれで作ってもらって。楽しいじゃん。そうなんですよ。ニヤニヤしちゃう。そうそうそう。やっと走るようになりましたわ。でもエンジンはそんな僕の
ゴロロンゴの一番その20代に買ったやつから見た。本当また買ってパパンってこのタイプなんだけど、マフラーの、はい、そのマフラーのタツタンなんて音よりカチャ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 、あのメーカーノイズがいいですよね。いや、いいってレベルじゃなくて、本当甲高いのカチャ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 。あー、だからビデオで撮ってたらちょっとうるさいかなと思ったけど、どうですかこれ。かかってんのリアルで聞いたらそんなにうるさいっていう感じじゃない。よかった。レスも乗ってる、4号乗ってるもう一人が、はい、高速カーンってやったらカーンって言って、はい、あのだってピストンが突き抜けてたんだけど、焼き付いたのにさらにあった状態になってたから、まあ5号も原因はここオイルが回らなくなっちゃってるから。あ、そうですね、うんうん、原因上にオイルポンプとか。でもちょっと白煙出すから。そうなんですよ、エンブレしたらパコンになるんですよ。バルブのところからなのか。あーですね、そうですね、時々オイル見て足す。いやーいやーいやー、ニヤニヤしちゃう。じゃあそろそろ、帰りますんで、ありがとうございました今日は。また帰りましょう。ちょっと休憩してますが、もうちょっと暗くなってきたんで、もうこの辺でちょっとエンディングで、ちょっと遠くで雷鳴ってるんで、ちょっと雨降られる前に帰ろうかなと思います。で今回は、東京からお越しいただいた同じ、ドカッティ旧車乗りの方ですね来ていただきました。めちゃくちゃ嬉しいですね。いや、なかなかこう撮ってくれる方いないんで、いつもソロツーリングやら何やらで、ね、自分で撮ってるんですけど、今回いろいろ撮影していただいてめちゃくちゃありがたいです。またぜひ伺った時によろしくお願いします。え、この辺でちょっと、え、なんか喋りますか。いやいや全然で、この辺でちょっともう帰ろうかなと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。グッド、いいね、チャンネル登録お願いします。またねー。バイバーイ。